今でも覚えているあの日の母の姿を。なんだそれ、昔の生活。あの火事の後、両親は離婚、私たちはこの家を出た。その後、父が再婚したのは、はじめまして、マザーズサービスから火事代行に伺いました山内静香です。頼みたいのは1階のお掃除です。2階には上がらないで。あの火事の真犯人を突き止めるための証拠、あの家には多分まだ残ってる。ねえお姉ちゃん、お父さんを頼れないのかな。13年間私たちに連絡一つよこさない人だよ。今は敵だよ。最近好調なのは全部あなたのおかげ。山内さんって履歴書ってある？どういうこと？本当に山内静香なのかなって。急がなきゃ、真実が知りたい。何探してんの？私何度も言ったわよね、2階には上がらないでって。俺ん家になんのよ。私は戦って自分の居場所を勝ち取った。黙れっつってんだよこのクソニートが。今すぐこの部屋片付けろ。今後うちに入れることはできない。二度と私の家に入ってこないで。教えてやるよ、あの火事の日何があったのか。